はい、ハッシュ、おはよう。え、ちょっと待てろよ。はい、いっぱい、リンゴいっぱい。え、リンゴいっぱい、ほら、リンゴこっちけろってこと。玉大芸さんのリンゴ。芸人玉。え、芸人玉とか同玉ちゃうの。あ、そう。紅玉って言った。え、紅玉って合ってると思うけど、ちゃうかな。私まで間違ってた、どうしよう。え、リンゴ、あ、おはよう、口、おはよう。これ見せよ、リンゴ。去年のうちくん禁断の果実やん。どうしよう、これ置いた方がいいっすよ。置いた方がいいかな。かわいいね、花屋リッチュで。どうですか。うん、かわいいね。一個分かるか。リンゴ、リンゴ一個。一個。違う違う違う。一鉢。リンゴだけ売ろうか。いいやん、これ。一連ガス。グッチーもこんだけ買ってるやん、今日。これは花屋リッチュでね。花屋リッチュ。販売する予定のものです。ちょっとさっきグッチー撮ろう。はい。もう撮ってるの？うん、撮ってる。岩手県の。高いの買うてるやん。遠藤さんの、これは何？エリカ。エリカのビューティーレディ。ビューティーレディ。へぇ、めっちゃいいの。ガーデンガール。めっちゃいいの買ってる。最後、ね、キワでちょっと。お安くなったんですよ、実は。でもめっちゃこれ高級品やで。これはもう通りがかりの人も、うん、これ目引くんちゃうから。これはまあ旬を先取りじゃないですか。この時期でこれ出しといたらもうんってなる。結構ね、見てくれるんですよ、通りがかりの人。こういう苗も置いてたらね、これいいやん、いいやん、いいやん。はい、これは、愛知県 の渡辺正明さんの秘境ポップスター。はい、これもあれやね、なんと2色。そう、私もこれ買った。花屋チャンネルで締めたんですね。そうやね。いや、2色いいよな、ね、いいね、かわいい。結構やっぱ花もね、うん、少ないから、こういうのね。あ、出ました。ヒボタン、カクタス長田、ね、長田さん。私長田って呼んで、こないだ長田さん、ね、美川さんに怒られて、おさだや言ってるやろって言われて、なんか、あの藤本さんが花咲いてたんです。そうやねん、花のはついとって。これなんか花咲かないっしょ。今日のはこれはついてないね。これはついてない、ついた前オレンジにこれ花ついとって、私の。あ、そうですか。なんかないね、今日は。前みたいですね。かわいい、かわいい。いや、ひぼたん、汚れるよ、これ。これ電話で買ってる。電話で凍ってんで。うわ、これ変わったの、凍ってるやんか。愛知県の、清水園高橋誠司さんかな、正春さんかな、正春さんかな。多肉セット4寸、はい、すごい、めっちゃいろんな種類入ってる。プレオープンでもなんか多肉植物ミニの置いてたんですけど、あ、これええなみたいな感じで、多肉の需要もあるのかな。これ大きい。これはな、エケベリア。ねえ、めちゃくちゃ大きい。今日はね、なんかこう買いやすい値段だったから、うん、試し、もう何が売れるか本物分からない。そうやね、いろんなもん置いてみてね。とりあえず置いてみて。とりあえずね、うん、いいやん、いいやん。で、それは、愛知県の西脇農園の西脇さんですね。レウコフィルム。お、これからのね、あの庭木、花木、紫の花咲くやつだね。かわいい。ちょうどね、に、庭木にしてる人は花咲き始めてんちゃうんかな。まあ、シルバーリーフとしてね。これあのふわふわしてるね、そうですね、葉っぱ、うん、カラーリーフでもいいし、もうこのままね、飾ってもらってもいいんちゃうかな。ね、かわいい。まあ、シンボルツリー。うんうんうん。はい、おー、いいの、はい、いってるね、これも。はい、じゃあ、佐賀県の、富岡さんのラブミーベゴニア。これいいやんか、ベゴニア。かわいい。花紹介で結構毎度毎度ね。そうやね。確か敬老の日とかでどうですかって言ってたり。言ってる。ここのはもう間違いない、ね。そうやね。ここのね。ボリュームもあるし。めっちゃ綺麗。花持ちもええっていいわ、いいわ。かわいい。ここは終わったね。反対。あ、これやね。レンファレ。レンファレ。はい、愛知県ののりたけ農園園芸さんね、ベニーファンタジー2ケース。これ一応ね、うん、店売りもしますけど、うん、一応粗品みたいな、あのお楽しみ袋を作ろうかな。おお、なるほど。多肉とか何からで、僕らのもう大量で来てもらった人、まあいくらから買ってもらった人にっていうふうなのを、あの考えたんで、これも一応入れようかな。まあ、おお、なるほど。けれども、うんうん、まあ、一応こんなんをね、ちょっとあの、どうですか、じゃあですか、じゃあどうぞみたいな。いいやん、いいやん、いいやん。考えてます。いいね、いいね。
お、これもまた多肉やね。多肉ちゃん。はい。滋賀県の石川雄一さんの多肉。わお。多肉セット。ついてきたで。ハオルチアついてきたで。だいぶね、名前。いろんな種類。やっぱね、初心者の人でもこのラベルに名前ついてた一つ一つついてる方が、そうやね、やっぱ買いやすいんちゃうかなと言えてる、いい感じ、うん、はい、えこれ私がこの間ひっくり返したやつ、あひっくり返したやつ三浦郁美男さん、三浦郁美男さん、セルスター、これからの時期ですよね、そうやね、まあ、ちょうど、これからちょっとつなぎでもいいじゃないですか、そうやね、まあ、プランターに植えるもんでね、うん、セルスターおすすめですよ、はい、次これ、愛知県の、はい、新花園さんかな、はい、磯部さんの、はい、エレラアイビーのセット、はい、いろんな種類がね、これいいよね、アソートで入ってんの、ハートから色ふいりから ねライムがいろいろありますよ、ね、いいやんいいやん、これいろんな種類入ってんの、うん、今、まあ、とにかくどれが一番売れんやろう、そうやね、どの色が売れんの、まあ、とりあえず売ってみようやね、試してみます、おーい、じゃこれ愛知県の中村正春さん、スプレーマムのダンテ4寸、はい、お、いろんな種類入ってる、秋色やね、結構なんか結構置いてみたら、うん、秋こえなって言ってね買ってくれた、おー今ね、いいやんいいやんいいやん、関わらずですよ、これ菊の需要あるんちゃうみたいな、 あると思うよ、うん、なんかこう道行く人やっぱこれ結構手に取れてる、うんうんうん、いいやんいいやん、おーリンゴ倒れそう、あはいはい、最後、ね、ラスト、鳥取県足立信也さんのコスモスカサノバ、コスモスもこれからの時期ですね、お前ね、今からつぼみがどんどん咲きますよ、そうそうそう、まあ、初入荷ちゃん、これ初入荷、コスモス、まあまあグッチーからしたら全部初入荷やけど、花入りちゃん初入荷、そうやね、以前も火でしたけど、ね、まあ、これ鉢植えいけんちゃうみたいな、そうやね、だって鉢植え置き出したらなんかみんなそうやね、やっぱり羽屋っていう感が出るしね、お店の前に置いとったら、そうそうそう、うん、で僕声かけに行ったら、あこれ買えるんですかみたいな、うん、いいやんいいやん、もらうの、あどうぞみたいな感じで、いいじゃんいいじゃん、で、はい、これね、入って、はい、一緒に入って、ハッシーに分けてもらいました、はい、キラキラキラフロ、何やったっけ、フローズン、フローズンビューティー、ビューティークイーン、クイーン、フローズンクイーン、これおりちゃんが買っとったやつや、でね、花焼け YouTuber 界隈でなんかこれ、そうゆぴさらさんもね、ホットなね、そう買っとった、おしゃれなカラー、このカラーが花屋リッチュで売れるのかどうか試したいと思います、はい、ハッシーから分けてもらったやつだね、仲間っていいな、うん、仲間っていいな、はい、じゃあグッチー頑張ってね、はい、はーい、じゃあねー。